はい、おはようございます。今日で勝手にプロジェクト4日目、いや3日目か。今日適当にどうしようか、すごい悩んで、紙をどうしようかと思ったんですけど、白を最近書いてないんで、ホワイトにしました。今日も、バーガンディですね、ファイン。まずグニャグニャの線でストリング書いてください。タンタイルにしようか、グレーにしようかって、ね、悩んだんですけどね。で、皆さんにリクエスト聞いたら、クリスマスっぽいのとか、シェーディングとかだったんで、タングルじゃなかった。じゃあちょっと私が考えました。おはようございます。まずね、このブニョニョがこれ、何をやるかユースさんなら分かるかなと思ったけど、でもちょっとね、思ってるのと違うか。フェスキュー、おはようございます、のりこさん。ミドリングさん、おはようございます。フェスキューは豆もやしみたいな、これはホリスの感じでね、こう描いたカーブの途中からまた生えるみたいな。で、最初にふにゃふにゃのストリングが一応目安で書くんですけど、無視しても全然大丈夫です。まっすぐのあったり、ちょっと丸まって、私これね、頭の中でいいなと思ったんだけど、実際どうなのかわからない。今日初めてやる。でも多分可愛くなると思います、ね、ここまではね、簡単ではない、ちょっと難しい。はい、書けましたね。もう一本やっとくか。 OK。 そして、あ、ボンジュール、ボンジュール、フランスの人だ。すごい、フランス語できないよ私。そしたらね、アイキャンディスっていうタングリあります。アイキャンディスはね、こういうの書いて、こう帽子かぶせてこうやって、ウィリアム・モリスがよく使ってるアカンサスっていう、アカンサスかなっていう、なんかこういう、なんかちょっと難しいな、こういうなんか植物の葉っぱのなんかもじってるみたいな。お、いい息子さん、そうかしら、いいお母さんなんだよとかこれをね、フェスキューの上にやっていく。でフェスキュー丸いんで、あんま尖らせない、全部やっていってください。こうやって、ちょっとブルブルしながらかぶせていってくださいませ。えへへ、はい、これ全部帽子かぶった、フェスキューに。そしたらこの付け根のところに、こういう付け根、こういう V のところにこういうふうに書いていく。ない、ここはここね、
はい、全部かけた今。そしたら、帽子とこの V みたいなのをつないでいくんです、ね、もうね、ふにゃふにゃの線でいいです。会社に着いちゃいました。そうなの？ちょっと待って、皆さん、うん、会社に着いちゃった。そっか、じゃあ続きは昼休みに録画見てください。今日クリスマスっぽいのでお願いしますっていうリクエストでね、一応毎年書いてるんですけど、リースをアイキャンディス、フェスキューで始まるアイキャンディスにしたらどうかなって思って書いてます。大小いろいろ書いて、ちょっと塗りつぶしのところもあった方がいいかも。これが基本だから、もう自分でこの辺にトングル生やしちゃっていいですよ、ね、かわいい、かわいいですか、なんかふにゃふにゃだけど。で、丸くしたい人はもうストリング書いて、丸いドーナツのそこに沿うようにフェイスキュー最初に伸ばしていけばバランスがいい感じになる、うん、でもなんかこの自然な感じが今日は可愛いってことにしておきましょうか。ムーカ生やしたい、お、じゃあ生やしましょうかね今から。あ、でもそれはのりこさんがやるか、私違うの生やそうかなとか言ってね、みんな、私すぐフラックス生やしちゃうんだよな。クリスマスは誰やポークルートがいいかもしれない、ね、ちょ、もっと丸増やしたいんだけど、これやってるとすごい時間かかっちゃう、1個かかってます。玉はね、あんまり後でちょっと色塗ったりもできるんで、あんまりちっちゃく描くと大変だから、大きめのもあったりの方がいいですね。ムーカ、あ、ポークルートって言った、私、ポークルートちゃん、あ、誰もいいな、ブロンクスチェアとかでもいいか。フェスキューにしたらなんか可愛いかなって思ったんだけど、あんまり変化なかった。でもちょっとこのね、豆みたいなのがね効いてるよね。グルートちゃん、どこに入る次。なんでも生やさないでね、もっとこのアイキャンディスこうやって増やしたいって人、こうやって増やしてもいいですね、こうやって。そう、フェスキーバージョンね、ちょっと黒が増えるんでどうかなって、まあ、あとこの葉脈とかも書いてもいいんですけど、フェスキューバージョン書かなくてもいいかな、ね、今日のハッシュタグ何にしよう。結構みんなハッシュタグつけてくれてるから見つけやすくて嬉しい。キャンディスリースとかにしようかな。内側に何にしようか、ストライピングみたいな、
ましょうか。あ、クレセントムーンでもいいですね。ね、これで皆さんがねやる気出してめっちゃ書いてくれたらそれでいいです。私、あ、昨日なんだっけ、あ、昨日だったっけ、シェーディングのやりすぎちゃってなんだ汚くなっちゃうだったかな、あれっていう風にね言った方がいたんですけど、ルネサンスタイルだからじゃないかな。ルネサンスタイルで結構モケモケしてるから、なんだ最後配信、あ、そう思ってたんですけど明日もできちゃうかもしれない。明日会社のミーティングなくなっちゃって、朝の明日もできるかもしれない。なんか明日お題があれば、なければやりません。すいません、嘘。いやでも他にもやんなきゃいけないことあるんだけど、ものすごく簡単なのでよければ。そう、モケモケですよね。モケモケになっちゃうんですけど、だからもう極力殺筆は使わないぐらいの気持ちでやったらいいかもしれない。もうそういう人は、うん、殺筆は使わない。で鉛筆も明日の楽しみです。イエーイ。殺筆も使うとしてもすごいちょびっとだけっていう気持ちでやればモケモケしない。タイルによって毛羽立ちやすい。あれ全然グレーは全然ね大丈夫なんです。グレーは薄っぺらいのに表面がつるっとしてるんで、殺筆やるとすごい鉛筆が綺麗に乗るっていうか、のめり込んなんていうかいい感じに、ね、なって、いくらやってもってことはないですけど、まあ大丈夫。白も割と平気だけどもね、とにかくルネサンスちゃんはダメですね。あとブラックも割と柔らかめですけど、ルネサンスタイルだけはもう本当要注意。あの人くせ者です。指で殺筆、指じゃなくて、もう使わないぐらいの気持ちで優しく、うん、やってください。指じゃないですよ、殺筆をすごく優しく使うんです。もうなんかなぞるようなぐらいの感じでやってください、ね、塗り絵描いたい。あ、本当ですか、嬉しい。私ねまだ見てない、送ってって言ったのにまだ送ってもらってなくて。そう、ルネサンス注意です。すべてホットに100なんですかね、どうなんでしたっけね。この白はコットン100、あー、どうなんだろう、調べてみます。うん、でもちょっと紙は全然違う気がします。私なんか何回聞いてもどこの紙で何とかっていうのは覚えられなくて、ファブリアの社だったかなこれは。うん、そう、気をつけてください。もうこんなもんでいいですかね。あともっと生やします。生やしたい方は生やして、なんかちょっと大きくなっちゃった。あと殺筆じゃなくて色どうしようかな、何しましょう、グリーン、ゴールド、赤、あんまり使わないけど赤、この色は何でもいいんですけど、ちょっとこう白残していると良いですね。可愛い赤。
これあれです、ピグマ01の赤ですね。またルネサンスかグレーであればね、白も使えて綺麗だろうなと思ったんですけど、なんでやめたんだったかな、あ、思い出した。個人的になんかその赤が白に合うと思ったんです赤も買わねばね、赤あんま使わないですけどね、私ローズの方がいいかな、好きなのは。でもクリスマスっぽいですよね赤。あと金、そうルネサンスにこの前金が、このねジュリー・ドールの大好きなこの金があんまり乗らなかったんで、乗るけど目立たない、赤だとクリスマスすごく出ますね、出ますね、かわいい。ジングルベールジングルベールって感じですね。スッとかぬるシャン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 。これはこれもあんまりいらないですね、そんなに玉が上にあるとこだけちょっと入れて、あんまりなんか入れない方が可愛い気もしてきた。白の時も鉛筆を割とちょっとちっちゃめに入れて、それをなんか伸ばす感じの方がいいかもしれないですね。あまり大きい面積に鉛筆入れない方がいいですね。結構どこまででもこうやって伸びていくんで、カラフルアメリカグリーンの方が明るい、そうなんか黄緑っぽい色なんですよ、いい色ですよね。こっちの色の方が私好きかも。わかります、結構ちょっとしか入れてないんだけど結構伸びるので、ね、まああと工夫次第で皆さんお好きにいろいろ足してください。鉛筆は面積そうそうそう、例えばこういう丸いのとかもそう少なめにして殺筆でコントロールする、こう、でここについて引っ張られていくんで、その方が悪い例やるとなんかこんなに入れちゃったりとかすると、まあ、こういうのがあってもいいんですけど、全部グレーになっちゃったみたいな、これ全部になっちゃう、全部こういうシェーディングになるとブワーってした感じになっちゃうんで、一番際立たせたいところにちょっと入れてそれを引っ張る感じの方がいいかな。わかります、まあ、こういうシェーディングがあってもねいいですけどね、部分的に。
っこいいな、これもこれでかっこいいけど、それがなんか全体画面全体にそういうシェーディングになっちゃうとちょっと、重いっていうか汚らしい感じになっちゃうかもしれないですね、ちょっと入れる、重なってるこっち側にちょっと入れる、大変参考になります。あ、本当ですか、やった。ちょっとね、今回このタングルとあれですね、あんまりシェーディングの説明がポークルートぐらいしかなかった。基本的にアイキャンディスはあんまりやんないですもんね。ありがとうございます。サッピスの手入れも必要です。そう、でもね、サッピスの手入れは全然しないんですけど、使い方で何にも必要ないですね。立てる人はダメです。立てないでください。ちょっと寝かす。立てるとね、どんどんギューって短くなって丸くなっていっちゃうんですけど、必ず寝かして使ってください。ちょいちょいちょいって。でもほとんど使わなければ、必要ないんで、お手入れずっと使える。なるほど、立てない、何でも鉛筆も立てないでくださいね。鉛筆も立てるとダメです。紙やすり削ってます。そう、私もね、昔やってたんですけど、やっぱちょっとモキモキってしてきちゃいますよね。なるべく、あとね、新しくなった擦筆が白くなって、前はねちょっと茶色かったのが、これね結構いい硬さ、硬めになって長持ちな感じです。アメリカで売ってるやつがね、ちょっと新しくなりました。今この葉っぱの先っぽはこうひっくり返ってる風のところを描いてます。なくてもいいんですけど。さあ、こんな感じでよろしいですかね。リース。あ、綴り間違ってるかもしれないけど、合ってる。ではそんな感じで、あと私もいろいろ足してアップしておきます。はい、今日もありがとうございました。ではこの24時間保存しないで YouTube にアップしておきます。それではさようなら。